久保さん僕、僕もラーメン深夜に食べるのが一番うまいんですけど、なんかその、夜中にご飯食べると太るとかあるじゃないですか。ね、食べたら太るとかね。僕妄想だと思うんですよね。それって嘘、それは嘘だと思うんですよ。なんでかっていうと、たとえ食べて寝たとしても、まあ僕一日一食ぐらいなんですよ。うん、一日一食でね、食べて寝て、 太要はその、その、なんだ、話の向こう側には、その、食べて寝て、また食べて食べて食べてみたいなの、あるってことですよね。なんかダイエットって超簡単だと思うんですよね、久保さん。食べなきゃいいんで。何 <laughs> な,なんですかね、僕あの、本当に、年取ったら太るよってすげえずっと言われてきたんですけど、マジで太る気ゼロなんですよ。 で本当に太る気しなくて。で、なんでかっていうと、太るだけ食べてないっていう。な <laughs> んで太らないのか。それは、太るだけ食べてないっていう。すごくシンプルですよね。だから、その、なんだろうな。あの、ネットビジネスでもお金を稼ぐってすごくシンプルで、まあ、やればいいだけなんですよね。 まあネットビジネスは作業なんで動画を撮るとかね、ブログを書くとか、なんかやればいいだけなんですよ。すごくシンプルなんですよね。ダイエットは食べなきゃ太らないんで、なんかいろんなもうアダコーだあるじゃないですか。ダイエットってマジでアダコーだあるじゃないですか。あれいらんくねと思うんですよね、正直。いろんなダイエット法みたいなのあるじゃないですか。いや、シンプルに食べなきゃ太らないでしょ、みたいなね。 健康に悪いとか言うじゃないですか。いや、一日一食で僕、まあまあ健康に生きてるので、うーん。まあ一日一食でも、まあね、ネットビジネスに関してはアクティブにできます。ただこれが体力仕事とかだったらね、あの、一日一食じゃちょっときついですよ、多分。あの、重たいものをこう。 こ道路の工事でね、重たいもの持ったりとか、こう、バーってやったりとか、めっちゃ体力使う,ようになったら一日一食だったら多分無理だと思うんですけど、まあ、パソコン、なんか、椅子に座ってカメラに向かってただ喋るだけじゃないですか。これあんまエネルギー使わないでしょ。全然エネルギー使わない <laughs>。だからね、あんま腹減らないですよね <laughs>。あんまエネルギー減らないですよね、久保さんね、これね。申し訳ないですけど、楽ですよね <laughs>。 申し訳ないけど、椅子に座って、ただ椅子に座って、カメラに向かって、ただ喋る。申し訳ないけど、楽すぎますね。これじゃあ、ご飯、そんなに腹減らないっすよ。うん。まあ、だからほとんどの人はなんかね、余計なことをしてんじゃないかなと思います。余計なことをね。シンプルに、シンプルです、すべては。いってらっしゃい。